マイケル・マイク・カーブは、アメリカ合衆国のミュージシャン、レコード会社重役、ナスカールのカーオーナー。共和党員で、1979年から1983年、民主党、ジェリー・ブラウン知事のもとで第42代、カリフォルニア州副知事を務めた。ブラウンが州外で1980年、アメリカ合衆国大統領選挙の民主党候補の、指名選に参加している間、 知事の役目を果たした。またカーブレコードの創始者であり、アメリカ合衆国西海岸ストックカー殿堂に伝道入りしている。メキシコ系の血を引いている。サンフェルナンド・バレー州立カレッジの1年生の頃、音楽学科の練習室で作曲した曲、You Meet the Nicest People On A.、A ホンダで演奏し、ビルボードホット100で第1位を獲得した。 1978年には、ジェームズ・スチュアート主演ミュージカル、ザ・マジック・オブ・ラッシーで演奏した。1980年、彼らは、大統領選におけるロナルド・レーマンのテーマ曲、ト t h ザー、A New Beginning をレコーディングした。マイク・カーブ・コングリゲーションは、CBS のグレン・ギャンベルの全国放送番組に、毎週レギュラー出演していた。1969年、カーブは、 クリスチャンロックのパイオニアであるラリー・ノーマンとキャピトルレコードで契約した。1970年代、カーブはロイ・オービソン、オズモンド・ファミリー、ルーロ・ロールズ、サミー・デイビス・ジュニア、ソロモン・バークに作曲及びプロデュースをした。またシルバーズ、エリック・バードン、ウォー、リッチー・ヘブンス、ファイブ・マン・エレクトリカル・バンド、グロリア・ゲーナー、ジョニー・ブリストル、エグザイル、 フォーシーズンズなどと契約した。また短期間ではあるが、モータウンのレコード会社ヒッツビルレコードを創業した。カーブは、ライザ・ミネリのエミー賞受賞作、リーザ・ウィズ・エーゼットでの使用曲、イット・アズ・エーグッド・タイムを作曲した。ハンク・ウィリアムズ・ジュニアの初の第1位獲得曲、オール・ホー・ザ・ラブ・オブ・サンシャインを作曲した。テネシー州ナッシュビルにある、 ベルモント大学の新たなアリーナに寄付を行い、カーブイベントセンターと名付けられた。また、ベルモント大学は、マイク・カーブ・カレッジ・オブ・エンターテイメント・アンド・ミュージック・ビジネスを所有している。バンダービルト大学のカーブセンター、カーブ・クリエイティブ・キャンパスに、テネシー州メンフィスのローズ・カレッジの、マイク・カーブ・インスティチュート・オブ・ミュージックに寄付した。2007年6月29日、 ハリウッドウォークオブフェームに2341番目として星を埋め込まれた。2014年、ナッシュビルのミュージシャン伝道に伝道入りした。ありがとうございます。